鉄道駅に見られるサインシステムの例サインシステムとは、鉄道駅や商業施設などの公共施設等に設置される案内標識の体系、特に公的機関が公共空間に設置する地理や方向、施設の位置等に関した情報を提供する媒体としての標識、地図、案内誘導板等の総称を公共サインという、本校では主に公共サインのサインシステムについて述べる。 万人に向けた適切な情報伝達を目指し、ピクトグラムなどを組み合わせて分かりやすい誘導を促す。サインマニュアルと呼ばれる設置基準などを定め、基準に沿ってデザインされた案内表が通路の天井部や壁面等に設置されていることが多い。一般には駅の出入り口に設置されている緑色の標識や出口を表す黄色い標識。 路線を表すラインカラーの標識等がそうである。案内サイン一定範囲内の施設の位置などを告知するためのサイン誘導サイン施設の位置する方向やルートを告知するための名称、矢印、ピクトグラム、距離などを表示するサイン記名サイン施設の名称を告知するため施設名やピクトグラムなどを表示したサイン説明サイン施設や地域資源に関する 情報などを説明するサイン規制サイン禁煙など、利用者の一定の行動を抑制するためのサインサインシステムのデザインの要素には、サインの大きさや形状、文字の書体、文字の大きさ、ピクトグラム、色彩、素材などがある。ピクトグラムピクトグラムは抽象化、単純化された絵文字等で表現される四角言語の一つで、文字と同じく理解には学習、または慣れが必要であり、 図記号の普及度により情報伝達に差が生じる。案内用の図記号は日本では絵文字、絵表示、マーク、アイコンなどと呼ばれることもある。また、欧米ではピクトグラムのほかアイソタイプ、ピクトグラフ、サイン、シンボルなどと呼ばれる。フォントかつてはゴシック4550のようにサイン用の専用フォントが設計されることもあったが、現在では信号など、 一般的なフォントが利用されることが多い。国際的には国際標準化機構による案内用図記号の標準化が行われており、ISO7001 案内用図記号に定められている。日本では2002年3月、JIS に JISZ8210 案内用図記号が定められた。ピクトグラムやカラフルな色使い、 大きな番線表示などが工夫されている JR 東日本が設置する最新のサイン。東日本旅客鉄道は日本で一番大きな規模の鉄道会社であり、無数の駅を抱えている。サインシステムを大規模に導入しており、現在では JR 東日本のほぼすべての営業区域で基本的には同じサインが見られるようになっている。年に 初めて体系的なサインマニュアルが制定された後、いろいろな過程をたどって現在のものになっており、最近では2007年に大きく改定されている。徐々に新しいサインが導入されているが、現在は各世代のサインが入り混じっている。日本語にシンゴエム、オーブンにヘルベッティカ及びフラティガが使用され、標準案内用図記号によるピクトグラムが使用されている。また、近年では、 LED 式の伝承による案内板も設置され始めている。国鉄時代のサイン級国鉄では、鉄道掲示基準規定による全国的なサインの統一が図られていた。しかし、この規定はサインそのものに対する曖昧なデザインの指定であり、サインの設置場所やサインの内容までは厳密に規定していなかった。国鉄分割民営化とともに、各会社で、 鉄道掲示基準規定を引き継いだが、その後、JR 各社で新しいサインシステムが開発、採用されていった。新宿駅のサイン JR 東日本の独自のサインシステム導入は、1989年の新宿駅サイン計画から始まる。1988年から1989年にかけてデザイン事務所 GK グラフィックスにより、全面的に 新宿駅のサインが企画された。和文書体に粉を使用したこのサインは各路線のラインカラーを全面に活かして設計された。出口系統の表示は背景を黄色にするなど、客が直感的に理解できるような工夫が多く盛り込まれた。最初のデザインマニュアル1990年には、その成果を活かした JR 東日本デザインマニュアルが作成された。これにより、駅や 電車のサインを含めたデザインが規定され、以後 JR 東日本のサインシステムはこのマニュアルに準拠することとなった。しかし、広大な営業区域を要するゆえに、この時期のサインには JR 東日本の支社によって細部が異なるデザインが散見される。ピクトグラム4カ国語表記が見られる1世代前の蛍光灯内障式サイン。 サインマニュアルの制定1990年代が終わるにかけてデザインマニュアルに則っ,ったサインの整備は様々な問題に直面した。ユニバーサルデザインの上で文字の表記やピクトグラムの活用が必要となってきたのである。2001年にはデザインマニュアルは大幅に改定され2年をかけて新たにサインに特化した案内サインマニュアルが制定された。この改定によって今日では ス規格化されている標準案内用図記号がサイン全般に導入された。また2002年には日本で開催された 2002FIFA ワールドカップの影響を受け新しく日英中間の4カ国語表示を規定している現行サインシステムの例 LED 内障式が使われており各目標物ごとに矢印が付けられているサインマニュアルの改定そして近年では 2007年に案内サインマニュアルが大きく改定されている。JR 東日本の5年にわたる調査研究により、サイン自体のデザインが大きく変更された。特に客を誘導するサインの中の矢印の付け方が大きく変わったのが特徴である。目標物の表示と矢印が離れすぎている場合を解消するため、この改定では各目標物ごとに太線で区切り、それぞれに 矢印が付けられている。また、この頃より LED 照明式サインという新しいタイプのサインが導入されている。LED 照明を利用しているため従来のものより薄型であり明るい。さらに、蛍光灯のように明るさにムラがなく寿命も長く各駅で導入が進んでいる。ありがとうございます。